はいどうも、レオヘイです。よろしくお願いいたします。はい、本日も引き続き年末に行われたブラザー TV 紅白戦の様子後半戦をお届けいたします。前半戦の様子は概要欄からチェックの方よろしくお願いいたします。はい、6回の表チーム藤川の攻撃、まず先頭は送球エラーの間に出塁となります。チーム亮さんのピッチャーは、この回から大輝さんに変わっております。はい、そしてこれ併殺で一気にツアートゲッツーです。いや、これはユーポンですね。ナイスプレーでしたね。はい、そしてツーアウト。この当たり左中間を破っていく。そして一気にセカンドを落とし入れる、セーフ。ツーベース、ツーアウトからチャンスとなります。チーム藤川ね、ちょっともう回も迫ってきたんで追いついていきたいところ。はい、そしてバッターにはのりさんが入ります。これライトファールゾーンに上がった打球をナイスキャッチ。これで得点与えず。はい、チーム藤川ピッチャーは引き続きゆうすけさんです。はい、まず先頭フラフラと上がった打球をピッチャーフライ、がっちりとキャッチ。これでワンアウトです。ゆうすけさんのアンダースローは本当にあれですよ、低いし速いしすごいですね。はい、そしてこれ翔平抜けた変化球、まあ、デッドボールですけどね、まっすぐ、これはいいことですね。まあデッドボールは良くないけど。はい、そしてこれファーストフルでセカンド送球アウト。チーム藤川もこの回併殺を奪います。これでスリーアウト、チェンジ。はい、お次の7回表、これ先頭さあ伸びるかと思いきやセンターライナー、まあ、正面ですね、センターフライかなとなってしまいます。はい、お次のバッターは良平です。さあこれ 甘かったファーストフライ、翔平が新庄監督ばりのジャンピングゲッツですね。はい、そしてバッターは大井さん。これレフト線、ただこれヒロト、いやもうほぼね身内みたいなもんですからね、どういうバッティングするか分かってるから、あそこ守ってたって言ってました。これはナイスポジショニングですね。そしてチーム藤川はヤジさんがマウンドへ上がります。これ先頭スリーツーとなったんですが、フォアボールで出塁となってしまいます。はい、そしてお次、これキャッチャーね、藤川さんに変わってるんですよね、まあ、普段やらないキャッチャーを藤川さんやっております。ただここはバッテリーエラーで、2塁となってしまい、これがね、フォアボールで何だ1、2塁となります。はい、そしてこれ藤川さんまた、バッテリーエラーとなります。まあどっちしろフォアボールかな。でもこれでノーアウト満塁のチャンス。さあ追い込まれているが、ヒロトがこの打球レフトへのクリーンヒット、三塁ランナー悠々ホームイン、そして二塁ランナーもホームイン、2点タイムリーでさらに点差を広げます。いや、ナイスバッティングですヒロト。いや、いいバッティングですね。なおもランナーノーアウトでランナー2、3塁。はい、これサードゴロ、セカンドで1個アウトを取ってファーストはセーフ。これでね、ワンアウトまず取ることができました。さあワンアウトランナー1、3塁。これ藤川さんナイスブロッキングですね。ただこの間にね、盗塁してたので、2、3塁となります。はい、そしてフォアボール、またも1塁のピンチ。チーム両からしたら、さらに追加点のチャンスになります。これセカンド前、大井さんさすがナイス判断ですね。ホームでアウトを取ります。はい、そしてこれ変化球見逃し三振で後続を打ち取ります。はい、ただね点差広がってしまったんで、チーム藤川なんとか返していきたいところ。はい、この打球フラフラッと上がったフライがセカンドか、おーっと、おー、センタースライディングキャッチ試みるも取れず。これでね、チーム藤川失礼します。さあチーム藤川ここまでね、まだパスボールの1点のみなんで。はい、そしてゆうすけさん、この打球をレフト線を破る長打、ナイスバッティングと思いきや当たりが良すぎてシングルとなってしまいます。大輝さんもね点を与えるわけにはいかないので、はい、これフラフラッと上がった打球ピッチャーフライ、そしてセカンドが飛び出していてピッチャーフライ
まあね、ランナー飛び出して併殺となってしまいます。さあ2アウト。この打球サードいく弾くもちゃんと握り直しファースト翔平がっちりと伸びてキャッチ。ノーアウトね、ランナー1、2塁のピンチを無失点で抑えております。そしてチーム藤川のマウンドには柳川さん、そしてこれ振り逃げで出塁となります。先頭出塁です。さあノーアウトのランナー、これがちょっと力入ってしまったかな、フォアボールで。さあチャンス、バッターボックスには翔平。さあこれ変化球を泳がされてサードゴロ、ま、でもねランナーは進塁となっているのでさらに得点のチャンスは広がっております。はい、これがまたバッテリーエラーとなってしまい1点が入る。はい、これただ2人目は帰ってこず、まあね、1失点はしてしまいましたが2人目のね生還は許さずというところです。さあ2アウトでランナーがなしとなりました。これジャストールキング、アウトコースいっぱいの見逃し三振、ナイスピッチングです。そして最終回キャプテン亮さんがマウンドへ上がります。こちら先頭藤川さん、フォアボールで出塁となります。さあ一矢報いることができるのか、それともね今から8点9点取るのか。ただこれセカンドゴロとなってしまいます。これユーポンいい動きしましたね、まあ、ちょっとワンバン送球にはなってしまいましたが、ユーポンめちゃくちゃやっぱ上手くなってますね、見習わないと。でそしてこの打球ライト線ダイビングキャッチ、ナイスプレーです。いいですね、ガッツあふれるプレー。さあ2アウトになって、これがフラフラッと上がった打球ショートが手を上げて3アウト、最初から無失点で抑えます。じゃあチーム両の、ね、処理は決定しましたが、紅白戦ということで裏の攻撃も行います。これ超イレギュラー、ゆうすけさんね、でもこれめちゃくちゃ痛いと思うんですが、ナイスボディで後ろにはそらさず、まあ、ランナーは1塁となります。はい、ただこれで牽制が悪送球となってしまいランナーが2塁へ。はい、そしてこの打球のりさんのところへ飛ぶ、今日は送球エラーが多いぞのりさん、まあ、寒いですからね、守備中ずっとカイロ持ってましたからね、まあ、本当にでも確かにこの日は寒かったです。はい、そしてこれアウトコースの球を振らせて三振、そしてこれもインコース逆だったんですけどね、ヒロトも三振で2者連続三振となります。さあ3者連続いくか、そして追い込んで、これがサインミスとなってしまいランナーが3塁へ進塁となります。サインミス恐ろしいですよね。さあ3ボール2ストライクとなって、これがインコースエルボーガードに当たったのかな、デッドボールで満塁となります。さあチーム両さらに点を伸ばせるか。はい、これわずかに外れて押し出しのフォアボールとなります。チーム両さらに1点を、追加となります。はい、そして追い込んで、これがインコース見逃し三振、最後は3球で締めてゲームセットとなります。はい、結果はチーム両の大勝、今回は参加させていただき本当にありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。ブラザー TV さん、テッケル TV さん、大井さんのチャンネルは概要欄からチャンネル登録お願いします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあいしょー、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。